を飛んだ右肩が裏にかけた、めくってコンラリがミートと思ったら、コンラリアットでやばい、サンチがダメ、そこでダメ、完全な鬼になっています。肩に乗ってましたから、ね、相当大きかったっすね。相当ですよ、97センチとか言ってますから。97あるんですか、大きくなりましたね。また相当93って聞いたんですけど、カズネは巨乳ですからね。やばいっす。いやお、ミート、本当にミート、ミートだろ巨乳だろ、本当南京都とは。さあどうなる、おー、クリューが、まあ、入ってますね、そこで。さあ、ソウルスルーで画面足が抜け出してそういう使い方をするのもワイヤスミートカトキシだけさあ、歩きつける対 BL 素人の対決ではある程度の対戦、いい対戦結果を残している鉄柱美、なんとかここでけしめておきたいでしょう。ワイヤスミーお前の好き勝手にはさせないぞと、チュンリーてめえキャラだけだろと YSB が心では叫んでいる気がする。バームハンマー、さあスクリュー来て最速キャンセルの5番を決めていくが、さあ恐ろしい画面端がスタート、この画面端が恐ろしい、あっという間にスタンケーションたまって、あっという間にスター、これはワンチャンバー、ワイルス的ワンマン決まってワンチャンって感じになっちゃうでしょうか。さあルーはもうその前にはいかない、ダウンを攻める、おお、ダッシュ的なところにハンマー、どうなる、まだワームに新勝利を放して、もしかあの時は終わりですか。やっぱりその種類の判別さえできれば、はいはい、もう判別できるんですけど、で、シンプルはやっぱり灼熱で立ち回りに入れると超常シンプルの回転になってる、はいはいはい、で、電瓶はあれはシンプルジョーカーさんが剣と対戦の時に小足で対応するらしいですよ、山さん。まあ、確かに小足でやってくるんですけど、 M でしょうっつって。あのね、分かってないね。あのね、なんで小足打つか分かりますか。小足ちょこちょこさ